国鉄補機7300経過車は、かつて、日本国有鉄道に在籍したッパ車である。補機7300型は、1971年1月12日に、三義鉄道車席の補機4000両を改造の、国鉄車席へ編入したセメント専用の30、トン石支有化車である。三義鉄道補機4000型は、1957年9月に、 東洋電気製造、東洋後期にて製造され、主に自社の船内輸送に当たっていたが、国鉄駅である関西本線の発田駅にも運用があったため、連絡直通車とした。国鉄車席へ編入にあたりブレーキ関係の装置類を国鉄名古屋工場にて国鉄標準位置へ変更した。国鉄車席への変更理由は、運用の関係から常備駅を 豊橋鉄道厚見線三河田原駅に変更する必要が生じたが、三義鉄道車席では不可能のため国鉄車席への変更となった。落成時の所有者は小野田セメントの一社のみであり、常備駅は前日の通り三河田原駅であったが、1973年7月に東藤原駅へ移動になった。1976年4月26日に、 積み込み口の大型化改造工事を行った。1985年5月8日に全社が清水工業へ名義変更が行われ、常備駅も青能鉄道市境線の猿岩駅となったが、うち4両は同年7月8日に廃車となった。最後まで在籍した北旗7304も1989年11月27日に廃車となり、同時に 形式消滅となった。200方式は、上入れエアスライド式の仮出し方式である。全長は1100ミ、mm、リメートル、全幅は2735ミ、mm、リメートル、前行は3620ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は7000ミ、mm、リメートル、自用席は25.0立方メートル、自動は18.0トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.8、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C である。ありがとうございます。